Hey yo! ケンツムッシュです。さあ、今日もね、クララやっていくんですけど、今日はですね、皆さん、このね、クララをこう、起動したときに、画面になんかね、ファンタジーロワイヤル、うんぬんかんぬん、メガナイトスタンプ、かんぬんくんぬんみたいなこと言われてたでしょ。それね、もうね、おるんすよ。もうめんどくさいめんどくさいって言って、バー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 って画面タップして、うん、なんか今通ったみたいな。で、チャンス逃すやつおるんすわ。サムネにあるスタンプですね。獲得することができます。こちら見てください。ファンタジーロワイヤルというもので、まあ、要はそのプロリーグのなんだろうな、クラウンス、各選手が取るであろうクラウンスを当てるみたいな、誰が一番相手のターンをへし折るんだみたいなやつの世界大会バージョンですね。はい。おっと、これさらに詳しくて見ることができる。見ちゃおうかな、さらに詳しく。ファブゲーミング、人に夢を与えるチーム。なるほどね。これさ、詳細見えるんかな、剣詰し情報。うっ、年齢が見えてしまう。見ちまおう。功績みたいなのありますね。年齢、ちなみにファブは、ケンツメシ、22歳、北下21、ジャック20、ボーちゃん19、はじめが18だった気がする。17? 今年18かな。はい。って感じなんですけど、まあごめんごめん。ちょっと先に言うと、ここのね、ファンタジーロワイヤルに、この4人誰かランダムで突っ込めば、メガナイトのスタンプもらえます。ちょっとさ、気になるみんなの、ね、年齢見ちゃおうぜ。AUK20、サックスは17、 D キング 25か、 L ショップは25、あー大人ですな。リトルチェン19、レインは24、あ結構いってますね。ノバ、さあ次ペインゲーミング、スイープ、あれあれ情報がねえ、あれえそんな、そんな隠さなくたっていいじゃん。ノバはあるのに。ポノスは、来季が俺と同い年なんですよね。そう。でも、まだ誕生日来てねえから、やつは俺の後輩ですね。で、ラット21。焼き鳥とか天狗とも全員の同じだったんですね、21。あ、ここだとマルチもあるから、安心して。麦が16なんですよね。若し。若し。KK18。SK ゲーミング。ハービーは19なんで、へぇ。英語で書いてあって分からん。英語じゃねえか、これ。モルテン19。いや、モルテンもうさ、貫禄がすごいんよ。OP さんも19。またね、ちょっとこの世界大会に出る選手の解説が言いたいですね、19。若いんだな。チーム増やそう。ここですね、ファブが初戦で当たる相手は。ベニジュ。うわ、出てこねえか、これ。いや、情報あるとこないとこありますね。はい。残念。さあ、続いてここ見ましょう。あー、出てきませんね。WD ジムはファイヤー23歳。待て、視野が見えてしまう。ピースさ、マメマメ選手31歳ってやばくないですか、レースに考えて。ラディッシュが17。ソロメーンが24歳。ワンゲ選手が19。視野選手 !26! 若い、はい、ということで、ファンタジーロワイヤルですね。まあ、俺の場合は、無難に俺以外のファブメンバーを選んでおくことで、誰も争いがなくなるので、まあ、こんな感じでいくんですけど、まあ、僕の考えた最強のね、あれですわね、みたいな感じでいきましょう。というわけで完了して、はい、確定と。はい。これ1回しかできないから、確か。で、これ確定すると、ははは、んつって、で、スタンプがもらえるんだよね。あれ?あ、こう、LINE、このね、この選択して、無料スタンプゲット、これ。これがゲットできるんで、これのスタンプめっちゃいいから、これね、手に入れてない人、本当にもったいないから、本当に俺の動画見た人で、絶対あるよ、これ飛ばしちゃった人。だから、ぜひね、見てください。で、無料スタンプをゲットして、観戦すると。はいはいはい。まあ、観戦してもしなくてもいいんだけど、観戦しようね、せっかくだから。で、多くのクラウン、最大ゴールド。へぇ、結構もらえますね。ちゅう感じで、まあ、ここの e スポーツの欄だよね。うん。ところで、まあ、参加できてたら、ここの上、ここにね、あなたのチームみたいな出てくるので、これしたら、まあ、あとは勝手にスタンプが、ここに送られてくるって感じですね。はい。もう、ぼちぼち送られてきてる人いるんで、多分大丈夫だと思います。ちゅうわけで、あと3勝したら展開なんでね、まあ、2連勝したら、行くわ、そのまま。けど、負けたら、2000ドルは。さあ、当たったのは、チエンスキラだっけなか、ファルチェバルーンだっての気がする。ファルチェバルーンだと、まあ、勝ちたい。チエンスキラとかだと、ちょっとシビ。ファルチェバルーンっぽいね。
さあ、中間でちょっとね、プロ選手の年齢ね、見ることができるっていうのも実はおもろい機能ですね。まあ、ベストの、あのチームが見れなかったけど。さあ、そんな感じで。いや、豆豆選手がさ、31が俺、一番多分みんなびっくりするけども。31だぜ。31歳ってドズルさんと同じだぜ。ドズルさんと同い年ですよ。豆豆選手。俺の9個上。信じられん。マジで。信じられますね。これ、多分結論して、トリトンでしばきまくるのが多分基本の攻め方になるんかな。だから序盤はちょっと耐え忍んでいきましょうか。なんかね、カウンターで負けそうな気がするんだよこれ。うん、カウンターで負けそうな気がするから、そこまではちょっとおとなしくいきましょうか。でハンターとファイブを使って意地でもバールを守りたいね。とりあえず、こんな感じで、お、いいヒースピ。めっちゃいいヒースピ。いやー、ここ、ルイジェ行ってもよかったなぁ。あー、迷ったな、今の。ルイジェ行ってよかったシーンだなぁ。いや、キング起動される分には、まあ、なんでもいいんですよ。あれなんで。ルイジェなんで、こっちそら。さあ、ここですね。はいはいはい、行っちゃいます。はいはい、まずディガーを処理して、はい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 、なるほどねと。でどうこれ、なかなかいいんちゃう？はい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 、めっちゃいいよ。あー、ヒースピ飛んだの渋いな。これバルキリー来るんで、ヒースピ飛んだんじゃねえわ。あれが渋いな。はい、こんな感じで、まあ多分相手ロイジェ抜けがシンプルにきついからね俺。はいはい、まあこれはやっぱ立ち回り知ってるか知ってないかっすね。グッドゲーミングですね、ありがとう。はい、いや、しかえて CRL 応援してくれるね。この気持ちがもう俺嬉しい。ありがとう、本当に。いい試合だった。ごめん、相性ごめん。ちゅうわけで、次行きましょうか。そう、いや、マジでね、スタンプはね、こういうの本当ね、取っといた方がいいよ。配られる系のスタンプね、俺もね、1個逃してるんですよね。いつぞやの世界大会でもらえるスタンプだったんですけど、世界大会普通に会場で見てたら、なんか、YouTube で見ないともらえないみたいなやつだったんだけど、会場で見てたから、もらうの忘れてて散った。あー、これババゴヤ新鋭対ロイホグっていう可能性がありますね。おっと違った。これさ、5っていい俺。まあダメって言われても打つんだけどさ。あー、ザップやめて。オッケーなら許す。スケで3点囲みしたかったけど難しいね。ボンバースケで囲むの、なんか今うにょんってなったし、まあでも俺のトリートゥンが削ってたんで OK。 ザッピー、ボンバー、ジャイ、ファイボ、わけわからん、なんだこのデッキ、わけわからん。ハシマエスケープとかやめて。ハンティー、ハンティーからの、いやー怖えなこれマジ。得体の知れねえデッキほど怖いものはないよね。さあザッピー、これファイボ打っちゃうよ俺。いやー、罠かこれ。罠なのか。ジャイ、ほう、ほう。いやー、待って、これなんか。え？ジャイスキラとか。ジャイバルもしかして。ちょっと待って。怖えな、これ。何デッキだ、マジで。はい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 。なるほど。まあ、これで一旦処理ですね。なるほどね。ジャイスキラーでしたか。まあ、許容してあげて、ザッピーと、ザッピーと、何がいたっけ。
はいはい。ほ、まあ、これちょっとね許容というか、まあ仕方ねえダメージですよね。攻めねえとな、これ。攻めねえといけん。なるほど、攻めねえといけん。はいはいはい、トリトンが引っ張って、はい、ボンバー、ザッピーは来る？いや来ても関係ねえ、行くだけ、俺は行くだけ。ドンで、ファヨーン、ドン、よしとけジジ。あぶねあぶねあぶね、この得体の知れない系がねいっちゃんきついっすね。ちゅうわけでちょっと時間長なるけど、展開昇格戦1回だけやって終わろうか。まあいつもね、あのミグダム生放送の方でね、あのトラ上げとかしてるんで、よかったら見に来てくだし、そう雑談とかもねよくそこでしてるからね。あのなんかこの間さ、ベスト、 CRF ベスト、あの西のプロ戦、プロの試合を YouTube で配信して、真夜中だったけど常に2000人ぐらい見てくれてて、でそうでもってそっからね、ミグダムの配信結構見に来てくれたりして、もう最高、シュキピ、シュキピなんで、ぜひ来てください。ちゅうわけで、ラストの試合はジュゲ選手ですね。選手ではないんですけど、ジュゲです。ジュゲは、確か、ロイジェイ・ババ、なんか、ガゴ・ファイボ・ザ・プットみたいな感じのデッキだった気がする。俺の記憶が正しければ、正しければなんで、ロイジェイ・ファイボでいきましょう。英語をネイティブに発音できるのってかっこいいですよね。なんか、あう、あうみたいな感じのが好き。さて、やることがねえぞ。ロリババだけ見て、何をする？これ、トリトン出して、もしロイジェが始めパパパーンって来たら、ハンター速攻出して、そこにヒースピを添えて、頑張るしかないよね。いやー、動くよね。これ動いた方がいいからな。おっと、相手も同じ考え。それで言うと、シビーな、これ。いやー、この動き方嫌だったな。いやー、これエレキ出すもんね、俺。だって、インドレニコのトレードサロンの不愉快、極まりない。ムザン様も言ってる。不愉快だ。最近、とりあえず鬼滅のことを言っとけば OK だと思ってる。はい。ファイブ構えて。やっぱね、デッキ知ってるっての大事ですね。はい。チョワイヨーン。ただ、これはね、もう、償いの許容ってやつです。まあ、ガゴ1匹ぐらいね、はい。あれしましょう。で、多分、ロイジェイですね、相手。めっちゃ笑ってるけど、この人ね、ずっとこのデッキなんですよ、マジで。だから知ってる。だから知ってるです。はい、もうだ攻められてもカウンターすぎゃいいんで、要は。いっちゃいます。エレキと。なるほど。なるほど。なんかやばいね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 。ああ、やばい。もったいねえこと、なんかいろいろやらかしてるわ、俺。まあ、頑張りましょう、こっから。ちょっと、あそこ攻めちゃダメか。やばい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 。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。処される。ジュゲに処される。助けてー。やだよー。ヒースペで処して、はい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 、はいはいはい、処して、処して、これいいんじゃない？エリクサ的に。
ファイボ構えて、はいはいはい、ここだね。一発、二発、三発、GC という、はい、発狂しすぎでしょ。まあまあ、ロイジェイはいつの時代も強いですねっていう話でした。というわけで、まあ、これを機にね、ぜひ、スタンプゲットしてやってみてください。というわけで、はい。まあ、ロイジェイで3連勝もできたんでね、よかったでーすっていう話で。はい、続きの動画でまた右ダムの方でやります。おつめし、バイバイ、またねー。